今回はスプラトゥーンのイラストチョコレートを作ります。ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、アイシングカラー、チョコペン、ゼリーペン、グラサージュ。まずはチョコレートを電子レンジで溶かします。では溶けたのでコルネに入れていきます。次にスプラトゥーンのイカを印刷した紙と透明なクリアポケットを用意します。クリアポケットをバットの上に固定して、印刷した用紙をクリアポケットの中に入れます。チョコで輪郭をなぞっていきます。一度ここで冷やします。これで一旦冷やします。これを冷やします。ではゼリーペンでインクのしぶきを描いていきます。グラサージュに色付けしていきます。さあ固まりました。果たしてどうなっているでしょうか。これが見本では、剥がします。よいしょ。おー、いい感じ。おー、どうでしょう。かなりうまくいきました。ではこれを飾り付けていきます。
今作ったこのイカの他にもう一匹後ろの支えになるイカを作ってみました。このインクのしぶきなんですけれども、今回はこのグラサージュっていうのに色をつけて表現してみました。もっと簡単な方法としては100均で売ってるゼリーペンとかジェルペンっていうのを使うと、そのいろんな色が簡単に再現できると思います。この土台のケーキは簡単に作れるこのクールンっていうやつを事前に作っておきました。はい、今回はいろんな色のチョコレートだったりグラサージュとかジェルペンを使ってカラフルな感じでスプラトゥーンを表現してみました。印刷してその上でチョコペンを描くっていう方法を使えば、とっても簡単にいろんなものが再現できると思います。皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画シリーズが見たい方はこちら。そしてメインのゲーム実況チャンネルはこちらから登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。